落合博満。このバット 0.1 ミリ太くないか？落合氏がある日、バット職人が作ったバットを受け取った時にバットが太いよ。ノギス 0.05 ミリ単位まで測れる測定器で測ってみてと指摘。すると微妙にノギスがずれていて、0.1 ミリ太かったという。落合氏は 0.1 ミリの違いに気づいた驚異の感覚についてバットが届いた時は、握る時間を決めていた。朝届いたから朝握るわけじゃない。朝は手がむくんでいるから。午後になって4時、5時ぐらいは手の感覚が普通になっている。バットを握るときは午後4時なら午後4時と時間をきっちり決めていた。同じバットでも朝と午後では感触が違うからと説明。湿度でそのくらい変わるんちゃうか。乾燥剤入りのケースとかで管理しとるやろ。木の 0.1 ミリなんか結構変わると思うけどな。職人がクレーム対応面倒やから言われたなら反論せず作り直すわってなっただけなんやない？これ引き取って何もせずにもう一度送りつけたら何も言わなさそう。これたまに言うけど大体はずれてなくて正確なんや。でもこの時は本当に太さが違ってた。それをピックアップしただけ。本当は数ミリずれてたとかならわかるで。落合なんか違う。測ってみて結果違わないです。これが100回あってたまたまの1回でしょ。それだけを言い続けて超人エピソードにするのが昭和よ。本人が納得したらええんちゃうの。メンタルの問題。作り直さずもう一回送ったらしっくりくるなって言い出して納得するもんやで。